はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回はセラースプライト日本語監修者兼物販コンサルタントだからこそ言えるセラースプライトの便利な使い方解説動画第1弾となります。私自身はこちらのセラースプライトの会社と契約を行っていて、日本語の監修っていうのを行っています。実際どう,いうやり取りしてるかっていうと、こんな感じでもう今まで自分自身が日本語の監修を行った文章の文面があってですね、一部ご覧いただくと、こちらの日本語を しっかりと直していくってことですよね。このセラースプライトって非常に有能なツールではあるんですけども、それが逆にあだとなっている部分が一点あるんですね。それは機能が多すぎて何が何だかわかんないっていうパターンなんですよ。あまりにも色々できすぎちゃうから何から手をつけていいかわかんないっていう人が多いと思います。ですから今回はまず一つ、とにかくこのキーワード関係の機能に関してはキーワード逆引きリサーチツールを使ってみてくださいっていう話をさせていただきます。 いただきます。当然ながら商品リサーチツールですから、商品をリサーチする際に使うのがメインの目的ではあるものの、と同時に、皆さんが出品登録する際の商品のタイトルを決めたり、キーワードを決めたりするときも、このキーワードの逆引きリサーチっていうのは使えますし、それだけではなくて、 販売中の商品のタイトルを改善したりだとか、売れ行きの悪い商品っていうのを改善していく際に、商品ページの改善を行う際にも、むちゃくちゃこの機能が使えるんですよ。今回私が白羽の矢を立てたのは帽子です。このビーニーという帽子なん、ビーニーっていうのはこの帽子の形状のことですね。バコって被るやつなんですが、たまたま、 調べたら出てきた、この、なんて言うでしょうね、カーハートっていうのかなんて言うのか、このブランドの商品をチェックしていきたいと思います。ちなみにですね、まず覚えておいていただきたいのが、これって有名ブランドの商品で、まあ12,164件もレビューがついていますので、この商品のこのブランド名で検索する人も多いってことは、まずは頭に入れておいてください。要するにキーワードで調べたら、当然ながらこのブランド名で一発検索してくる人がいるんですが、そのブランド名は無視するってことですね。我々が自分でだ ににははこのののブランド名いいうのは全く関係ないものになもりますので,でまずこのプロダクトディスクリプションの中にある a ーシンっというのをかっさらっていきます、単純にコピーするだけですねで、それをこのキーワード逆引きリサーチにペーストして貼り付けてボタンをクリックすると一気にわって出てきます、このスピード感がいいんですよね。 っていうのも、おそらく1000万円ぐらいしかコストかけてないツールって、ここが思いっきり時間かかるんですよ。この検索結果が表示されるまでものすごく時間かかって、それがフラストレーションになっちゃうんですね。だからそういった意味でも、莫大な資金をガーッと投じて作って、サーバーもガンガン稼働している、こういう視線の しっかりした企業が作ったツールっていうのはそういった意味でもおすすめです。はい、話を戻します。A 氏で検索したらわーっと関連キーワードが出てきました。やっぱり1位はブランド名と B にっていうこの帽子の名前ですね。この中で被ってるキーワードってたくさんありますね。例えば、 このビーニーっていうワード、たくさん被ってますね。あと、フォアメンっていうのも結構被ってます。あとは、ウィンターとか、あと、ハットとか、ハッツっていうワードも被ってますね。これ、単数形か複数形かなんですけど、まあ、同じキーワードですから、っていうことを見ていくと、おのずとビーニーの類似品を出すときに、どのようなキーワードを重なっていったらいいのかっていうのがわかるっていうことなんですよ。 あと、プラスアルファ、傾向として皆さんにぜひ着目していただきたいのはですね、もうちょっとばあ調べてみると、例えばこれです。イエロービーニーなんてありますよね。その上、レッドビーニーなんてのもありますね。これどういうことかっていうと、初めから色を指定してビーニーを調べていく人も結構多いんだっていうことがわかるわけです。あとですね、ビーニーって、まあ日本人だとハットっていうとツバのついた帽子、で、キャップっていうと野球帽っていうイメージがあると思うんですよね。 でも、英語だと、ビーニーハットなんていう言い方もするぐらいで、頭に被せるものっていうのは、大体ハットって言うんですよ。だから、このハットっていうワードもたくさん出ているわけ。こういうところ、日本人の感覚で英語を見てしまうと、ビーニーっていうワードは入れるけど、ハットっていうワードは入れない人が多いんですが、ビーニーハットでもちゃんとした変な英語じゃなくってね、ちゃんとしたこの商品名、一般名称になりますから、ハットっていうワードも商品タイトルに入れといた方が いいなっていうのが分かるわけです。さて、こっからが本題になってきます。これわーって見てみるとなんか色々クリックする場所があってもうけわかんなくなっちゃいますよね。で、この中で今回クリック一箇所だけしていただきたいのはこの月間検索数ってところです。ここクリックしてみると下にわーってグラフが出てくるんですけれども、またこのグラフを見ていくと一個わかんないものがあるんですね。それがこれ、転換率っていうものなんです。この緑色の線ですね。なんなのこの転換率ってわけわかんないんだけどっていう話になると思うんですが、まあ転換率 検管理って簡単に言えば検索したうちの何人が買ったんですか、まあ、正確に言うと検索された数分の販売数ってことなんですよね。 で、これを見ていくと、検索されてんだけれども、それが購入に至らないっていうパターンのキーワードもあるわけなんで、だから、この転換率っていうのは簡単に言えば、その検索ワードと商品の関連性が強いか弱いかっていうことを表しているものだっていうことだけ、ぜひ頭に入れておいていただければ。この転換率っていうワード、結構このセラースプライトの中ではいろんなとこにひょこひょこ出てくるので、そのたびに何なんだってよくわかんないことが結構あると思うんですけど、まあ、とにかく、 何回されてそのうち何個売れたかっていうことだと頭の中に入れておいていただければこの中でねぜひ着目していただきたいのがこの検索数なんですよ 何を表してるかっていうと、1年のいつこの商品が検索されるのかっていう季節性だとかイベント性を見る際にむちゃくちゃ便利なんですね。で、これ見てみるとですね、毎年9月10月あたりからひょこひょこ検索されて12月マックスで検索されてますよね。で、まだ寒い日が続く3月ぐらいまではそれなりに検索されてんだけど、4月以降5月ぐらいから9月までって全然検索されないってことですね。ってことは、 この商品を出すのが、例えば今この瞬間だったとしたら、まだまだガンガン売れる可能性はあるんだけど、例えばこのビーニを4月に検索してこれから出してこうと思ったら、わざわざ今出さなくてもいいんじゃないと。8月とか9月とかに買い付けを行って10月ぐらいに出せるようにするんで、十分なんじゃないっていう考え方が一つの考え方です。というわけで今回はキーワード逆引きリサーチの使い方について説明させていただきました。この一つの機能をいろんな側面から 見ていく。ただ、リサーチするときのツールだっていう風に先入観で見るんじゃなくて、商品ページを作るときも、商品ページを改善するときも使えるよっていうことを頭に入れていただくのと、あとこのキーワードのライツもバーって見てみて、傾向を探るっていうことですね。 で、こういった傾向を探るっていうのは、まあ、ぶっちゃけた話、ツールを使っていてもアナログなんですよ。ってことは、アナログリサーチ力、皆さんが通常、例えばアメリカ、アマゾンで見て、商品の検索結果を見てみたいな形で、いろいろな側面から、一つの商品ページ、一つの情報源っていうのをチェックしていくという習慣づけを行う必要があるので、だからこそ、商品リサーチを行う際に、まずアナログリサーチでやってみてくださいと。ツールは補足的なものです。 一番大切なのは皆さんの視野だとか、視界だとか、あとは臨機応変さだとか。 そういったことになってきますからツールに依存した商品リサーチっていうのはやめた方がいいです。日本語監視を行っていて私が絶対的な信頼を置いているこのセラースプライトというツールの動画ではありますが私の本心はツールに頼らずアナログリサーチ力を培い補足としてこちらのツールを使っていただきたいっていうふうに思ってます。ちなみにですね、注目キーワードっていうのがここに一覧に出ていますしこのクリックボードにコピーするっていうのがありますからこれパッ コンってククリックするわけで、すよねでこれをコピーすることによって、その検索キーワード気になるものっていうのがこんな感じで今コピペして貼り付けたんですけど、こんな感じですぐたくさん出てきます。まあ随分たくさんありますけれどもね、このキーワードっていうのをわかりやすい順番に並べて、自分の商品と関連性のあるものっていうのを抜き出して並べ替えるだけでも商品のタイトルって実はできちゃうんですけど、まあこれはあくまでもお手軽にキーワードをチェックする。 方法であり、実際はこっちの方でちゃんと見てった方が、私個人的には非常にいいんじゃないかなと思ってます。というわけで、今回はキーワード逆引きリサーチツール、機能について、セラスプライトの機能について説明させていただきました。長くなりましたが、ご清聴ありがとうございます。では、失礼いたします。